11時48分になります。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減に旋回です。続々とメールいただいていますが、はい、これは匿名希望で富山県の黒部市で聞いてくださっている方ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの方は10時を過ぎてあられが降ってきました。とても寒いです。寒いですね。はい、こういう時にはアッコさんの歌を聴いて温まりたいですよね。ほんまかいな。おきに嬉しいですね。嬉しいな。はい、あの歌に関してこういう嬉しいメールも来てます。はい、これは千葉県市原市のラジオネームが高坂由紀穂さんからいただきました。そう、本名じゃなくてみたいなラジオネーム高坂由紀穂。はい、本名も書いてありますが全然違う名前なんですけども、はいはいはい、実はどうしてもアッコさんに伝えたいことがあり、はい、メールしました。はい、アッコさんが歌うあの鐘を鳴らすのはあなた。はい、この間しっかりと最初から最後まで聞いて、はい、力強い歌声に励ましてもらいました。はい、歌詞の通り今私の周りはもう砂漠のようで、はい、何もできない状況でした。ですがこの歌を聞いて力強さと励ましのエールをもらって、はい、今前向きに一歩ずつですが進んでいます。もっとこの曲に早く出会えていればまた違った未来があったかもしれないとも思うんですが、はい、今でもこの曲を聴いて前進できただけでも嬉しく思っています。わお、なので、メールいたしました。ありがとうございます。ね、何があったか分かりませんけど前進するっていうことはいいです。そうですよね、後退するよりはね、はい、何でも前進する方がいいと思います。ありがとうございます。この曲は1972年の曲ですから、はい、そうですね、今励まされてるという人がいるっていうことを考えると、まあ世界中で今コロナとかね、それとかいろんな事件とかあるから、やっぱりなんか希望のこの夢を持つとかなんか前に進むっていうのは必要なんじゃない？はい、うん、でも歌でそう感じていただけるってすごい嬉しい。そうですね、ありがとうございます。はい、はい、私も前に進めます、それを聞いて。そうですね、はい、メールは引き続き、はい、@1242.com でお待ちしております。はい、まあ、あの鐘を鳴らすのはあなたは、もうご存知のように、レコード大賞の最優秀歌唱賞を受賞した曲ですけれども、はい、うん、これからおかけするのはもう最新のグラミー賞の話なんですけれども、はいはい、第64回グラミー賞のノミネートが先日発表になりまして、はい、BTS のバターが昨年に続いて、はい、最優秀ポップデュオグループパフォーマンス部門にノミネートされました。あ、この BTS って今韓国であの兵役に就くかどうかね、はい、これでもね私思うんですけどね、昔あのそのグラミー賞を見に行ったりもしたんですけど、この最優秀ポップデュオグループパフォーマンス部門にしかねノミネートされてないのが私は不思議なんです。あ、はいはい、そういう声あるみたいですね。普通はヒットなんとかとかね、どう言えばいいかな、もうとにかくメイングラミー賞って、ね、グラミー賞ってものすごい賞があるんですよ、はい、いっぱいカントリーとかあのロックとかクラシックとか、それで終わったらいろんなホテルを借り切って R&B の分はここでパーティーするとか、ロックはここでするとか、映画音楽はここってあるんですけど、でもね、なんていうかアジア人初の、そうですね、候補に、まあまあ今まであのピアノのあの戦場の坂本龍一さん、はいはい、とかあと富田さんとかね、はい、シンセサイザーの、でもなんかアジア人としてなんか受賞してほしいですけど ね、はい、今回も受賞なるか注目を集めております。はい、それでは